その人と出会ったのは去年の4月、愛知県岡崎市の駅前。午前7時を過ぎると1台の車が止まり、降りてきた一人の男性。胸元にはスーパーマンのマーク、そしてなんと裸足。ここで飯があるので飯食べな。車の後ろから手慣れた様子で鍋を取り出し運ぶ人たち。中身は温かい雑炊。各自で盛り付け食べ始めます。あれですか、はい、美味しいです。スーパーマンの T シャツを着ているのは伊藤三岳さん、御年75歳。実は生活困窮者たちへの炊き出しを雨の日も風の日も11年以上続けています。驚くことにそれも毎日。炊き出しの合間に三岳さんはほうきとちりとりを手に駅周辺の掃除を始めました。炊き出しに町の掃除と、世のため人のため、まさにスーパーマンのような三岳さん。でも気になることがいっぱい。そもそもなんで裸足なんでしょうか。あのね、裸足だとね、動きが早いんですよ。かつては100キロマラソンにも挑戦したことがある健脚の持ち主。裸足の方が機敏に動けるため、あえて炊き出しの時はそうしているんだそうです。炊き出しの合間に必ずやる日課、ハーモニカを加えて三点倒立をしながらの演奏。吐いて吹くという呼吸法が健康にいいのと、世の中を逆さまに見てみるのも面白いんだそうです。今、惜しみない拍手です。ありがとうね。周りの人を笑顔にさせる三岳さんに突如病魔が襲いかかります。でもこれを乗り越えてね、100歳でもね、90歳100歳って元気で やってみる人が見えますからね。だから頑張らなくちゃっていうふうには思っております。出会ってからわずか1年足らず、病に蝕まれた体になっていました。人のために尽くした人生、それが周りの人たちの人生も変えたのです。毎日午前3時に起きて11年以上続けてきたのは、炊き出しのための雑炊作り。航空か偉人が外役に大勢。実は三岳さんの本業はお寺の住職。岡崎市の山あいにある小樹寺、ここで30年ほど前から住職を務めています。午前6時を告げる鐘の音、これをきっかけに雑炊の鍋を車に積み込んで駅へと向かいます。待っててくださる方がいらっしゃるとね、僕も体がもう動いていきますっていうのかね、ありがたいっていうのかね、私の生きがい、でもあります。岐阜県郡上市で生まれた三岳さん、東京の大学へ進学しプロの画家を目指しましたが断念。23歳の時、岡崎の石材店に就職したのですが、40歳になって大きく人生が変わる出来事が。最初のことは6ヶ月になるちょっと前でね、はい、亡くなったんです。それはその供養ってことを考えた時に、ああそうだ、僕がお寺さんの修行させていただけばそれが供養かなと思ってね。
亡くなった我が子を供養するため仏門に入った山岳さん。炊き出しを始めたのはリーマンショック後の2009年でした。当時岡崎駅周辺には職に敗れ家のない人たちがたむろしていたといいます。そんな生活困窮者を何とか救えないかと始めたのが炊き出し。雑炊のほかに配られるパンや果物、実は明日のためのパンとバナナをここで仕入れておくわけですよ。毎日1500円ほどの食べ物を仕入れては配っていたのです。お寺の住職といっても檀家さんが少ないため、自らの年金とお布施を合わせてもギリギリの生活です。そんな山岳さん、まあ、あんまりお金ないぞお前、いつ持ってくる。命をつなぐためにお金を工面してあげることも。学校に入っちゃったってこと。じゃあ月末に持ってこよう。分かったか。金ないんだからな、ありがとうございます。そんな山岳さんにと野菜や卵などを支援する善意の輪が広がっていました。いや、どれだけの人が命をつないどると思えばね、いや、まあ、コロナがあってから特にね、食べ物がない人がいっぱいいるじゃん。炊き出しの場所で普段は見かけない人がいると気軽に声をかけていきます。大丈夫か、ね、大丈夫か、食べるか、食べるか、これどうじゃ、今仕事はどうだ、仕事ない、仕事ないかな、生活保護なんか受けてみるか。働く場所もなく生活に困っている人を連れて市役所の福祉課へ出向き、生活保護を受けられるよう保証人になったのは200人以上だといいます。働く気のあるやつは紹介してやったり、まあ、そういうこともやっとるわね、あの人はね。愛知県蒲郡市にある介護施設、ここで働く3人はもともとは生活困窮者でした。山岳さんの紹介で仕事と住まいを保証された人たちです。小野寺初夫さん、仕事を辞めて寝るところがなくなり3ヶ月ほど路上生活をしていた時、炊き出しをしている山岳さんと出会いました。ちょうど朝だったんですけども、山岳さんの方に仕事したいんですがどこかありますかと聞いたら、介護の仕事があるよと言われて、命の恩人です、はい、こちらの介護施設を運営する代表の牧澤大和さん、自身もお寺の副住職をしていて、山岳さんとは10年来の付き合いがある間柄。彼自身の正義でやっていることなんですから、あればっかりは私は、頭が上がらない部分ですね、仕事の斡旋の他にも保証人になって家を借り、生活保護を受けている人への支援も欠かせません。おいしいの持ってきたよ、おいしいのあるから食べてよ、ね、世の中捨てたもんじゃないよ、ね、じゃあね。いつもどんな時でも弱き者を助けるという信念を持ち続けている山岳さん。ところが去年の5月頃から体調の異変を訴えていました。まだ誰にも言ってないんだけどね、でもうちの女房にも話してないんですよ、はい、この頃から炊き出しを終えて帰る途中に必ず立ち寄るところがありました。線香とろうそくを手にし、向かった先は滝でした。念仏を唱えながら着ていたサムエを脱ぎ、ふんどし一丁になると勢いよく滝壺へと泳いでいきます。
何度も何度も繰り返し、自らの迷いを振り払うかのような険しい形相になっていました。あの滝に入ることはそんな重要ということではなくて、まあ、やっぱり祈りですね。祈り。定期的に食材を分けてくれる山岳さんの知り合いも体のことを気遣います。ありがとう。今日病院行くの？今日病院行く。本当、うん、やっぱりさ、みんなに心配かけてか、はい、心配、みんなが心配するじゃん。山岳さんが、ね、いなくなったら困るだよ、ね、うん、本当。みんな積み下ろししないかんからね。50年ぐらいかかるから。そうね。病院で山岳さんは検査をしてもらっていました。まあ、お医者さんが一番勧めるのは手術ということです。結構大掛かりな手術になりそうです。病名は食道がんでした。若い頃画家を目指していた山岳さん、久しぶりに描いていたのは富士山でした。あの富士山を描かせてもらうと気持ちがで、ね、大変あの安らぐっていうのかね、うん、まだ僕あのしばらくあの富士山を描き続けて生かしてもらいたいと。年の瀬も迫った12月の半ば、暖かい増水を求めて生活困窮者たちが集まっていました。午前7時、いつも通りにやってきた車、降りてきたのは暖かいダウンを着た山岳さんでした。僕は体が寒いってことはあの真冬でも感じなかったんですけどね、うん、これはやっぱりあの病気のせいだね。いつもの炊き出しとは違い、保存の効くパックご飯も配られました。あのここへあの来た人にさ、ね、あのあそこでコンビニで、ね、買って、僕は明日1週間来れんから20日。実はこの日から病院へ入院して治療することになっていました。この時食道がんの腫瘍は大きくなり、心臓に近いため手術ができない状態に。そこで抗がん剤治療を行うことになりました。山岳さんが入院の間、11年以上続いた炊き出しはどうなってしまうのか。どうです、味の方は？結構うまいね。結構うまいですか、よかったな。山岳さんが退院した翌日から炊き出しを待つ人を車に乗せ、お寺で炊き出しを始めたのは牧澤さん。山岳さんから生活困窮者を引き受け、介護の仕事と住まいを提供していた住職仲間です。あの私は私ならではのやり方であのやっていこうかなというふうに思ってますけどね、はい。山岳さんは体力を使う抗がん剤治療の後、放射線の治療を続けていました。若い人にね、引き継いでもらわないと続かないと思ってたところだから、本当に良かったと思っております。年が明けてからは自宅で療養する日々が続いていました。障害のある息子がいる記者のことを気にかけてくれた山岳さん。子供さんに生まれてきて本当ありがとうって言っていただいて、お家が明るくなるとすれば子供さんも成長につながることだと思います。はい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、自分のことはさておき、最後の最後まで人のことを気にかける心優しい人でした。その山岳さん、76歳の生涯を閉じたのです。山岳さんを慕う人たちが
次々と訪れました。突然ね、聞いたもんだ、びっくりしちゃった。どんな人でした、三角さん。三角さんってね、本当いい人でね、みんなのためにね。でも神様迎えに来るのがちょっと早すぎる、はい、炊き出しを引き継いだ牧澤さんも最後のお別れに。この縁がなかったら多分私も炊き出しをやろうと思わなかったですし、その路上の方たちをヘルパーにしようという考えの発想もなかったもんですから、そういう点では三角さんには感謝でしかないですよね、はい、弔問に訪れた人たちとの別れの時が来ました。迎えに来たのは大学病院が手配をした車。実は三角さんのたっての希望で検体することになっていたのです。自分が死んでからも医学に役立ててほしいと自らの体を提供すると決めていたのです。1月に生まれた孫の音ちゃん、ベッドで会えた三角さんは可愛いねと笑顔を見せ、その夜息を引き取りました。じいじが待っとってくれたからね。そうだよね、うん、あんたの気力ね、おじいじ頑張っとったよって車に近寄り、そっと手を添える奥さん。世のため人のためにと生きてきた三角さんらしいお別れとなりました。